Thank you.
Thank you.
というわけで、メビウス、メビウスの旅を終え、本日無事宇宙から帰ってまいりました。ただいま、宇宙は広かった。そして地球は青かった。メンバー紹介します。ピアノ菅大郎、メビウス。トロンボーン後藤。アツメビウス。そして私ターミネーターこと吉田龍一メビウスだよね。ちょっとあの夏休みの少年、ちょっとこのスタンドを下に下ろしてくれまいか。みん、あ、あ、ね、わし、わし、あ、こんなところでも、あ、大丈夫ですね。そしてメビウス。はい、というわけでね、このあのメビウスのね、あのこのメビウス、これをね、ちょっと宇宙の彼方でたくさんやってきたら、みんな口癖になってしまいましたね。宇宙人の皆さんがみんなこうやって宇宙の、まま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 宇宙ツアーしてきたじゃないか。何言ってるんだ君は。君こそこの、あ、そうか、僕は違う世界線に来てきました。来てしまったようだ。こうしてはやれない。次の曲に行きたいと思う。次の曲は星の明かりは彼女の耳を照らす。
はい、星の明かりは彼女の耳を照らすという曲でございました。今回宇宙の彼方を旅してたった一度の命かけた、それは果てしない憧れ、緑のふるさと寺へということで、お寺で演奏してまいりまして、宇宙にもお寺はあるんですよ。で宇宙寺だ、宇宙寺、宇宙寺、そう、寺へということですね。たった一つの夢のために、たった一度の命かけた、そんなわけでですね、そこでですね、重大なことに気がつきましてですね、私このサングラスをかけているとね、いろんなものが見えてこないんですよ。そこでこれをチェンジするというね、方法を発見したんですね。その名もバッハチェンジ。見ての通り2001年宇宙の旅オマージュでございましたね。ディスカバリー号の船外活動機が無人の、真空の音のない宇宙の中でこうやって反転してマニピュレーターがウィーンウィーン、この感じでバッハチェンジと名乗って思いっきりやったところ、その宇宙寺の、娘さん、こんなこれぐらいの大きさの娘さんが、これぐらいの大きさの、こんな感じで両脇からね、こうやって持たれる感じでね、これぐらいのサイズの方が、あ、おじちゃん、おじちゃん、あれやって、あれやって、バカチェンジ、バカチェンジって言われてね、完全にバカチェンジという名前になってしまいましてね。で、そもそもなんでバッハチェンジなのかというと、ここから、メビウス、メビウス、本番でございます。ブラックシープサードアルバム、メビウス発売記念ツアーだったわけですね、今回の。黒羊宇宙ツアーは、いろんなところを宇宙の彼方を旅してまいりまして、惑星ソラリスにたどり着きました。というわけで惑星ソラリス惑星ソラリスの、テーマ曲となっている、バッハの曲をお送りしたいと思います。
はい、惑星ソラリスの、テーマ曲のバッハ、イエスよ、私は主の名を呼ぶという曲でした。ですね、今回、宇宙を旅してきたわけですが、宇宙の、ね、彼方で、なぜか宇宙の彼方で日本 SF 大会というのをやってましてですね、その宇宙の彼方の、日本 SF 大会は宇宙の彼方の広島でやってるのにちなんで、コイコン、コイですね、カープですね。なんか今なんか巨人対広島が、なんか10対0で広島がバカ勝ちしてるらしいんですけどね。その広島カープにちなんだコイコンでございます。そこでですね、毎年星雲賞というね賞が、今 あなたの頭の中に星雲賞どんな感じが浮かびましたか。先ほど の夏休みの少年は星雲賞というのを漢字で書こうとして、あれですよね、青い雲でしたっけってお前だ、それはお線香だからお寺じゃもうないから寺じゃないんでっていう、いわゆる星雲、星の雲と書いてある星雲ですね、星雲賞というこの賞がありましてですね、で毎年この日本 SF 大会で、日本の長編短編、海外の長編短編、メディアなどから、代表する作品を、そのファン投票で選ぶ賞があります。もうこれ歴史と伝統のある、もう今回、もう50回目かで、その恋コンテでございますね、今年の、長編部門、長編部門の、受賞作が、炎上塔、正確に言えば伊藤計画、炎上塔の合作による、死者の帝国でした。そうですね、伊藤計画、炎上塔、死者の帝国、これどういう作品かと申しますと、その伊藤計画さんという作家さんはもう亡くなられておりまして、まあ年若くして、亡くなったのですが、まあ長編作品、虐殺機関ハーモニーという代表作を残して亡くなりましたが、最後に遺作というか冒頭部だけ書き残した作品がありまして、それが死者の帝国という作品でした。本当に作品の冒頭部だけ、その後プロットも、ちゃんとあまりは書き残されてない状態から炎上塔さんがそれを読んで、これは書くしかないですねと言って、ついに長編作品として書き上げて、本当に素晴らしい作品になって、世に出て、で、まあ、今回その星雲賞、日本長編部門も受賞したわけでございます。で、今回、私のそのメビウスというアルバムは、SF 作品、 SF 作家、そうした方に刺された作品でして、去年、その死者の帝国を読んだ直後にやっぱりその感動しまして、やっぱり捧げる曲を、書きまして、で今回それを日本 SF 大会で演奏したわけですが、まあ、その時にくしくも、星雲賞を取って、なかなかこれはおめでたいんじゃない、あっ これは体勝手に というわけで、ワンセット目最後にお送りします曲は死者の帝国。